ムデイプレゼンツ、会いたかったらワンダーパフォーマンス。どうも日高です。トリプル A ツアー2013エイスワンダー、今日は名古屋の外資に来てますよ。ついに外資ホールですよ、アリーナですよ。わあすごい、憧れの外資気合入ってますよ。そんな今日のワンダーパフォーマンスのテーマは名古屋城、伊勢海老、そして富士山、この3つですね。一体この3つに関連したパフォーマンス、どんなものが飛び出すんでしょうか。もう関連してでも OK ですし、そろそろ気づいてるかもしれませんが、あんまり関連してなくてもなんとかなります。さて、たくさんのご参加お待ちしてます。おーおー、ブレ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 途中で来たから、もう縛りなしやな。なんで無理やないんだよ。しょうがないでしょ。こうなったらその泣き顔を笑いに変えてやろうじゃねえか。何この野郎、てめえこの野郎、見とけよこの野郎。この野郎そんなことできんのか、この野郎。優しいなおい。ジャイケル・マクソン、逆ムーンウォーク。あっ、ブーこんなに怖いってないやそれでもないと思う。一年さん、怖かったよな。なんで怖いのよ。さあ、まだですね、会場前ですが、見てください、こんなにたくさんの方が並んでおります。みんな元気か。おいおいおい、どういうことなんで盛り上がらへんねん、おい。さあ、今日もですね、ワンダーパフォーマンス、どんな方が出場してくれるんでしょうか。残り4公演ぐらいでようやく名古屋でございますが、みんな1週間前に、あ、今週あとライブで仕事乗り切れるわって。ああ、いいですねそういうの。どんだけ残業してもいけるっつって。トリプル A を好きになったきっかけを教えてほしいんですけど。紅白。あ、紅白を見て。見た。もう見て。見て。あ、かっこいいと思ったの。そう。崖っぷちのエリの負けない心がすごい印象に残ったんで。うん、あ、もうそっから。はい、落ち込んでる時に。この曲聴いたもん絶対に。スタジアンドゴー。早い。いい、いい、いい。頑張ります。ステップ、うん、やっぱ。ああ、それを聴けば。今なら。お、頑張れ。富士山。山崎。社長も。さて、今回はですね、日高くんでーす。よいしょ、よいしょ、お願いします。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです。いや、名古屋でございます。はい、ガネさん久しぶりですよね。久しぶりですね。この間普通に見に行きましたけど、その時ね、爆笑のギャグをやっていただいて。まあそうですね、ただ僕はあの後違う番組に出て、はいはい、トリプル A の前でやって、はい、受けたからやったらドスベリでしました、はい、あれでもね、あの見たら分かったんですけど、はい、トリプル A 爆笑っていうか、はい、多分基本僕しか笑ってない確かに、まあ、7分の1だから。だから日高君が笑ったから俺は大爆笑だと捉えてしまったんです。7分の1はやっぱ確率としてはね、バッターだったら結構打たないやつですからね。まあそうね、まあ大やけどしましたけども、いや、すいません。みんなも頑張ってこうやってくれてるんですけど、すごい、ありがたい。どうですかね、どうでしょう、今日、うん、もうすごいですよ、これとかも、うん、こういうのとかね、もうやっぱ引きありますね、はい、なるほど、ね、あ、富士山もいらっしゃいますね、はい、もうこれなんてもう料理ですからね、うん、すごくないですか、ワンダーパフォーマンスで、うん、すごい、ほんとガチです、ね、おいしい料理を。それあったらすごいよね、パパパパって1本ぐらいで絶対に通りますよないもんね、今まで。ないです。料理をパッと出すっていうのね、うん、1分。じゃあ、よし、うん、おおお、はい、来ました。名古屋の皆さん、こんばんは。いきなりですが、抜群のサガネでございます。いやー、すごい名古屋盛り上がりでございます。ご挨拶代わりに、ウィーウィーウィー
皆様、これが俗に言うダダズネリということですね。あ、ヒーロー、ヒーロー、滑った。どうしたまえ、さがみくん。どうも皆さん、こんばんは。さあ、それでは発表をさがみさんしなきゃいけないですね。一組目、タイトル、エビ555伊勢、エビと過ごして3000里。甘いんですね、甘いんですね。はい、みんな拍手、おめでとう。さあ、続きまして2組目、名古屋で静岡県民大暴れ。そこそこ、おめでとう。最後3組目、家族で頑張る名古屋城、レラかわいい社長子